近畿大学 DB4 年二宮正樹です。よろしくお願いします。お願いします。今日の試合を振り返ってください。はい、そうですね、最初、先制点を取られて、ずっと興南さんの流れで試合を進められていたんですけど、やっぱり最後、逆転されてっていう、防げるミスっていうのが起きてしまったので、そこは反省するポイントだと思います。ご自身の活躍の感想を教えてください。そうですね、今日もあまり活躍っていう活躍はしないんですけど、その活躍をするために、次からもっともっとボールへの嗅覚っていうところを研ぎ澄まして、インターをしていきたいと思います。今日の試合でどのようないい点や課題点がありましたか。そうですね、良かった点は負けなかったことっていうのが一番よく、いいポイントで、改善点っていうのはやっぱり、オフェンスでやったらプレーが全然通らなかったり、パスが通らなかったりっていう、そういう質の部分だったり、ディフェンスはタックルの部分でタックルミスがあったりっていうので、ずるずるドライブされていたので、そこは改善するポイントかなと思います。最後に次節への意気込みをお願いします。はい、これから2試合、必ず負けられない試合になってくると思うんで、とりあえず次の1試合は、死に物狂いで、勝ちにこだわってやっていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。